電子レンジマン。電子レンジマン、ハードキャッチ帝国壊滅。新たな帝国、アンドロイド軍団。電子レンジマン、なかなか手ごわいやつだ。ああ、その通りだ。堪忍袋のが切れそうだろ、お前。切れそうではない。貴様、この私がその程度で腹立てると思ってんのか。思ってるさ、昔からな。貴様、貴様に堪忍袋の方が切れたわ。決闘だ。いいだろう。シャギーン。やはり貴様はその程度だったようだ。ハートキャッチ連合の民よ、今から私が頂点に立った。私のもとで精一杯頑張って働くがいい。そして幸せをゲットするのだ。貴様、一人になったからには貴様はもう終わりだ。この私が倒す。何を言っておるか。貴様、貴様、たかがロボット程度で私を倒せると思ってんのかい。思っている。くらえ。皆の者、これからは私がこの帝国のリーダーだ。よいな。ああ、やったー。ちょっと待った。俺は納得がいかねえぜ。こんなロボットなんかに政治を任せられるのか。強くもねえだろ。だってハートキャッチ連合なんてそんな大して強くなかったんだしさ。おお、あれはジーパンド星人のヤス。最強の攻撃力を持つとされる。そう、全銀河で最強の力を持つとされる星人。この俺と決闘しろ。俺を殺せたらお前は絶対に世界を支配できる。それでいいな。よいだろう。では勝負だ。よし、行くぜ。おらしょ、待っているのだ、地球の電子レンジマンよ。我々が地上を侵略する。そして平和な世界を築くのだ。真っ二つだ、地球を真っ二つ。こうして暗黒の帝国ファイアーキャッチ連合が誕生した。電子レンジマンは果たしてこの悪の軍団に立ち向かえるのであろうか。それは次の機会だ。次回、電子レンジマン、半分ドボ星人の侵略。電子レンジマンは また道端を歩いていた。そこに謎の青いロボが。メカの力には電子レンジマンも太刀打ちできなかった。どうする、電子レンジマン。次回、マジンパワー、狙え、クロスカウンター。お楽しみにね。